ユクション TV エビデイ。ハロー YouTube。 はい、じゃあ皆さんにご紹介するのは昼飯、何か特別食いたい、すごい欲求はなかったから、何でもいいっちゃいいから、そういう時はもう気が向いたもんを食う。で、ふと目に入ったのが中野駅、駅の中の紀ノ国屋ベーカリー。今までパン、何も食いたいものがない時はパンとかね、普段と違うもん食おうと思って、で、中野駅南口降りてすぐのサンジェルマンかな、ちょっと高いのかな、あんま分かんないけど、まあそこをもう3ヶ月4回行って、もう大体手の内は読めて、食いたいもんもそんなない中、よく見りゃここもパン屋だと思って、喫茶店かと思ったら、そうで、カフェオレ丸福コーヒー店、大阪の見たことないやつ、うん、苦くて美味しい。クロワッサンダブルクリームサンド。うめそう、クリーミー。生クリームが猛烈に食いたい時あるよな。うんうんうん。生クリームっていいよな。上手に食えなそう。うまみ。うん、ここもいいパン屋なのかな、分かんないけど、紀ノ国屋、本屋、うめえ。たまに食うパンもうめえね。うめい。うめい。ミスドのなんかよりうめえな。250円。値段が高いのかな、ミスドより。ミスドのクリームドーナツ。あれもうまいけど。うまみ。うん。本当にうめえな。クリームうめえ。ダブルクリームってそういうことか、当たり前だけど、カスタードも入ってるわ。どっちがうまいと認識したんだろう。うん、どっちもかな。うめい。どこにカスタードは、隅っこ中にあんのか。中にがっつりカスタードで、上っ面を生クリームでごまかしてるというか、生クリームの方高級なんでしょ。うめい。うん、でもカスタードがうめえのかもな。うん、うん。